未知の世界への一歩、平野紫洋と大東の対談から見えるアーティストの日常。こんにちは、読者の皆さん。今回は、平野紫洋さんと大東さんの対談をもとに、彼らのアーティストとしての日常に迫ります。新しい視点で探求し、興味深い発見を共有するこの冒険に、一緒に出かけましょう。最初にお二人が触れたのは、番組でのトークの深さ。普段は10万人の前で行われる彼らのパフォーマンスに対し、 対談では一層深いクロストークが期待されていました。おそらく、ファンにとっても新鮮で興味深いことでしょう。このような深めのクロストークを通じて、アーティストたちの本音や人間性が垣間見える瞬間があるのかもしれません。さて、初対面ということもありながら、お二人はすでにお互いの存在に触れ、仲良くなりつつあるようです。ただし、その仲良さはあくまでほど良いもので、 お互いの個性や距離感を大切にしている印象を受けます。これが、プライベートでの食事に至るまでの一環なのですね。プライベートな一面も垣間見え、平野さんが大東さんの温かさを感じていることが伺えます。それに対して、大東さんも平野さんの優しさに感謝しており、お互いの存在が心地よいものとなっているようです。ここで、私たち読者も一緒に微笑ましいひとときを共有しましょう。 次に注目したいのは、お二人の芸能活動における経歴や役割の違い。大東さんが芸能活動を本格的に始めてからわずか4年という事実は、アーティストとしての成長を予感させます。そして、お互いに後輩と先輩という立場を感じないほど、仲良くしてもらっている様子が伝わってきます。お二人の対談からは、現在進行中のプロジェクトについても触れられています。 特に興味深かったのは、新曲の制作に対する姿勢です。デビュー曲、GOAT が大きな成功を収めた後も、お二人は次なる楽曲への挑戦を模索しています。この情熱と向上心が、アーティストとしての成功への鍵を握っているのかもしれません。また、お二人が共有する、GOAT に対する愛情が感じられます。朝から晩まで聴き続けるという熱意や、その楽曲に対する肯定的な感情が、 アーティストとしての絆を深めていることが伺えます。これはファンにとっても共感を呼ぶ要素であり、アーティストとしての素顔が垣間見られる瞬間です。さて、対談の中でプライベートに関する話題も振られました。大東さんのプライベートでは、ダンスのレッスンに励んでいることが判明しました。なんと、他の生徒さんがいる中で一人で踊るという勇気ある行動に驚きます。これはまさに、自分を追い込んで成長を遂げる姿勢の現れでしょう。 その一方で、平野さんのプライベートについては、少し笑い話が交わされました。何でも、髪の毛を乾かす時間が気になるほど長くかかるというエピソード。このような些細なエピソードも、アーティストたちの日常を身近で感じさせ、ファンとの距離を縮める効果があります。最後に、お互いに質問する場面がありました。これは、初対面ならではの緊張感や興味が交錯する瞬間でしょう。対談の最後に挙げられた、今後の目標や、 お互いへの質問は、読者にとっても未来への期待感を高めるものとなります。この対談からは、平野紫陽さんと大東さんのアーティストとしての姿勢や日常が見え隠れしました。そして、読者も一緒に彼らの冒険に参加し、新たな発見や感動を共有できたことでしょう。未知の世界への一歩を踏み出す冒険は、これからも続きます。